日本の皆さん元気でしょうか。大変です。事件です。ブラジルの大統領選挙でとてつもないことになってます。ふざけんじゃないぞブラジル、大変です。ユーレさん、おはようございます。おはようございます。今ブラジル大変なことになってますね。いやー、予想外なことが起きましたね。まあ、来週無事帰国できることを我々はそれだけを祈っております。可能性的には非常に少ないと。ここまでなるとはちょっと考えられないことでしたね。朗報をお待ちしております。はい、はい、ありがとうございます。さあ、ということでですね、サッカー界はですね、ワールドカップ26人のメンバーが、はい、発表されました。ついに。はい、いいですね。はい、森保監督が記者会見で発表しましたが、はい、テューレさん、はい、率直な印象教えてもらってよろしいでしょうか。まあ、何人かちょっと、えってなるところが、まあ、予想してたことだったんですけど、その中にももう少しこう考えれば違うオプションもあったんじゃないかなと。で、やっぱり前の方では何の戦いをするかっていうのもはっきりと伝えましたな、メンバーを発表したところでね。サポーターからは大迫勇也選手、古橋亨梧選手、はい、原口選手の落選がサプライズと話題を発しています、はい、特に大迫選手は長い間軸として重宝していましたが、はい、トゥーレさん、この3人の落選というのはどう、はい、まあ、あの、正直なところ一番驚いたのがもうやっぱ原口ですかね。もう入ると確信してたんですけど、ここで落ちたっていうのが少しこう自分の中でもない選択だったのかなと。まあ、どっちかを大迫か古橋かどっちかを連れていくんだろうなと思ってったら、どっちも連れていかないか。だからこれを見てやっぱ守り倒すような守備的な戦いでいくんだろうなと、この2人が落ちた時点で分かりましたね。特に大迫選手はこう連れていくんじゃないかなというような予想をされてました。いや、最近では少し調子上がってきてたしね。まあ、いつもの俺らが望んでいるパフォーマンスではなかったんですけど、少しずつはこう上がってきてて、少しいいところが出てきてたところを考えて連れていくんかなと思ってたんですけど、やっぱ森保監督はそれをあんまり気にしなかったですね。ポストプレーヤータイプで見るとですね、はい、まあ、少しこうレベルは違うと思いますけれども、はい、上田選手オンリーです、はい、この辺こう不安だったりっていうのはありますか。やっぱり戦い方を考えたらもう守備的でカウンターと、そういうことを考えてるのかな。まあ、上田はおそらく先発じゃないと。まあ、俺がずっとこの YouTube で言ってるんですけど、鎌田をワントップにするのかなと、そういうふうに考えてるのかな。まあ、本田のことを思い出したのか、俺の YouTube を見て言うのか、俺を選挙にしてるのかな。本当参考にしてくれてるのかな、そういう意味では。だからあの2人を連れていかない、大迫と古橋を連れていかない、その選択したところが上田だと。まあ、上田もポストプレーヤーじゃないけどね、そこまでポストが上手な選手じゃないんで、思い切りのいい上田っていう考え、まあ、僕のこうスタイルだと。どこでもシュート打ってるし、結構左右どっちでもインパクトあるシュートを打つんですが、ポストプレイヤーって感じじゃないですね。だから
それを考えたらやっぱり守り倒す戦術でいくのかなという感じはしますね。闘莉王さんにとってこう最大のサプライズみたいなのを感じた部分ってどこですか？やはり俺の中では花口だなと。ずっとクローザーとしても使ってたし、すごく可愛がってたような感じがしますし、そこはちょっと金あればちょっとかけて負けてたような気がしますね。相馬君も入らないと思ってたんですね。その最後の最後に、相馬を入れるんだったら山根を連れていかなくていいんだと。山根を連れていくんだったら大迫か古橋を連れて行けって言いたい。でもこれではっきりした戦い方はこうだと、俺ら唯一この何か望みがあるんであれば、やっぱりいつも通りのこうロッキー状態だ、守って守って守って最後もうフラフラしながら一発食らうような、一発大当たりするようなことを考えなきゃいけないんだろうなと、ここは俺は賛成する、ここは分かる。唯一この突破をする、このどてつもない強いグループで突破するなんてもうミッションインポッシブルに近いぐらいですね。もうトム・クルーズが出てこないと本当にこうなかなかできないことだと思うんですけど、唯一この方法があるんであれば、やっぱり守って守って守って、ロッキー戦術ですね。会見でですね、戦術面までは、森保監督おっしゃってませんでしたけれども、選んだ理由というか、どういうふうに考えて先行したかおっしゃってたんですけど、フォワードだけでなくチーム全体で選んだ、優先順位で選んだっていうようなことをおっしゃってましたけども、これを聞いて何か感じるところありますか？いつも通りの会見だろうなと、あんまりこうオープンにしない会見だろうなと、本当に心の中に思っていることを言ってないんだろうなと、もっと言いたいことあったんだろうなと。でも俺が正直こう会見でいつも同じこうことばっかり喋る森保監督ですし、そういう人じゃないところもあるし、もっともっとズバッズバッと言いたいところたくさんあると思うんだけど、やっぱり自分の位置を考えたらそういう会見になってしまってると。最初からそういう会見をしてるからこそ言いたいところを言えなくなった状態になっているわけですよ。でも俺が本当に一つだけこうね、あってほしいのはやっぱりこう森保監督自体が周りに影響されないで自分が選びたい人たちを選んだのかなと、そこだけが心配です。そうしてくれたんであればもう嬉しいです。僕もやっぱりワールドカップ出るのも大変なことだと思うし、監督として出るのももっと大変なことだし、もう正直なところこれが最初で最後かもしれないし、監督としてはね、森保監督はここで結果出してもう4年やってほしいっていうことも僕はありますよ。だけどこの最初で最後のワールドカップに自分が望んでないメンバーが来てるのか来てないのか、それがすごく重要だと思うんですよね。だから森保監督が本当にこう選んだ26人だったら僕も嬉しいです。かなり会見ではこう言葉を選んでる様子でですね、言葉で言うフィラーというか、とあーとかかなり多いようなことだったので、こう森保さんの人間性も少しこう出てたのかなっていうようなが、我々記者からしたら印象的でしたね。こう森保監督の会見を最初から最後までずっとたくさんあると思うんですけど、言葉は多分100個使ってるか使ってないぐらいで、その輪から出てないと思うんですよ。だからそれぐらいすごくこう慎重に慎重に喋んなきゃいけない、ちゃんと考えて言わなきゃいけない、もう
うわーってなりたい時も絶対あったんだろうし、それも言わなかったし、特に予選の、あの最終予選の始まりのところでちょっとつまずいてた時に、間違いなく、まあ YouTube だったらクソったら言えるんだけど、多分そういう言葉使いたかったのに使えないと、もうね50個100個ぐらいの言葉にもそっからははみ出さないっていう、それぐらい慎重に会見を行ってるかなと思います。ゴールキーパーを除いて各ポジション2人で、余った選手はワントップとおっしゃっていましたが、はい、サイドバックとセンターバックを兼務できる、はい、シュツットガルトの伊藤選手、伊藤博樹選手がですね、はい、入ったので、ディフェンス枠が結構多くなる一方、ワントップ枠は浅野選手、前田選手、上田選手と3人、はい、少ない印象ですけども、このあたりっていうのはやはり先ほど言っていたような、これが俺が考えられないことなんだよね。これは点取らなきゃ、もう点取らなきゃいけないときどうするんだろう。この人たち点取れるわけないでしょ。だから俺は監督考えてることがすごくわかるよ。俺らはね、守ってカウンターで行くんだと、大前だってね、トラップもできないんだぞ。これを押し込んで、ね、どうしてもこう、じゃあコスタリカから点取らなきゃいけないってなったら、違う形で組み合わせなきゃいけないと。今度はコスタリカ戦は日本のいつも通りのサッカーはできると思うんですよ。ボールを持って押し込んで、パスをして、パスをして、いいタイミングを待って、勝負をかけると。コスタリカ戦ではできるはずなんですよ。だからこれをしようとしたら、相手が押し込まれた状況になると大前スペースないわけ。スペースない人、スペースないと活躍できない人を連れて行ってるか、連れて行ってないんですよ。そこはやっぱり古橋であったり大迫であったりっていうことになるわけですよ。そう考えたらちょっと引き出しを減らしたことになったわけですよ。だからそういう選択がない、押し込んで、まあ、両ディフェンダーの前間でこうボールをもらってためを作って、それをターンしてっていう選手は現代の中ではいないんです。これはドイツ戦で必要ないかもしれないし、スペイン戦で必要ないかもしれないけど、コスタリカ戦は必要なんですよ。なぜそういう選択は、上田だってできないんです、大前だってできないんです。大迫がいればそれができるんですよ。朝もできるわけないでしょ。朝もなんか棒がついてるような感じが、すごく姿勢がいいんだけど、別に姿勢が良ければ前に走れるので、ターンできないんですよ。柔らかさがないんです。まあ結局がまだ頼りになるかなと思いますね。さらに少しこう寂しいデータなんですけども、はい、ワントップの3人合わせて代表通算8ゴール、一番多いのは浅野選手の7得点、前田選手は1得点、上田選手は0点、ね、ちょっと実績的にもこう不安です。0点だよ。俺の見とけ。俺の方が点取ってるやろ、多分。俺の方が点取ってるよ。それをワールドカップで期待できるか。ないでしょ。ふざけんな。そういうところ俺ないんだよね。まあこれは自分の体験なんですけど、こう新しい、まあ対戦するわけでね、メンバー表みたいに出てくるわけでしょ。やっぱ俺もずっとこうスカウティングしてるわけじゃないんで、たまにどっかの代表と試合をするとね、このメンバー表が来るわけですよ、選手たちにも。うわ、こいつ知らんなと思って、そのメンバー表見に行くんですよ。いや、こいつ20試合0ゴールフォワードでどうのこうの書いてあるわけですよ。怖さあるわけないでしょ。これを見て、この20試合ぐらい出ても1点も取れない、今日も取らすわけないでしょと。大したもの持ってないでしょ、この20試合出ても1点も取れないなんて。紙見ててもなんかこいつヘボいんだなって分かってしまうんですよ。別にここもスカウティングいらなくてもいいんです。やっぱそういうところあるんだよね。ちょっとがっかりです。
あとですね、メンバー選考についてですけども、はい、実は、トゥーリョさん、9月18日、はい、トゥーリョ TV で公開された動画なんですけども、代表26人を、はい、予想するというような企画なので、はいはい、ドイツ遠征直前に26選手を予想していたんですよね。はい、で的中はですね、実は26分の23、実に正解率 88% というような確率、さすがです。いや、これが東大であれば受からないんで、よくないと思います。俺の予想では1人だけですよ、外れてもいいんだっていう。3人も外れたんか。そうですね。相馬選手、伊藤洋輝選手、シュミット・ダニエル選手が、トゥールさん、入っていなくてですね、谷選手、古橋選手、原口選手をトゥーリョさんは入れていたというようなところです。不合格ですね。3人は多すぎるんです。でもこれはね、少し俺の性格と森保監督の性格の違いですね。俺は前にオピションが欲しいです。俺は前に引き出しが必要なんです。森保監督はそれを後ろに選択肢を増やしたと。ただただその目線の違い、やりたいサッカーの違い、やっぱりどっちかっつったら崩すよりは作る方に、僕は潰すよりはいろいろこうね、点取りに行くプロセスを考えてるのと、その点取られないプロセスを考えるのが森保監督やったんだろう。だからその違いがその3人のことなんだろうなと。やっぱキーパーの部分ではやっぱりこう未来の日本を考えたら谷選手を連れていくべきだろうなと。僕はまあ川島連れて行ったのは多分経験があるからっていうだと思うんですよ。だけどだったら川島連れていかないんだな、いろいろ考えてたら。まあこれは人の考え方がちょっと違っただけで、それが間違いだって言えないし、俺も合ってるとも言えないし、これはね、ワールドカップが全て教えてくれます。トゥーリョさんが予想していたのはドイツ遠征の前予想してましたけれども、はい、相馬選手と伊藤洋輝選手、はい、シュミット・ダニエル選手、この際にはドイツ遠征で結果を出したというような認識もあるんですか？いやー、そうではないと思うんですよ。あのドイツ遠征で何かやってくれたからこそ、こういうふうにシュミットなんて PK 止めたりしてたんだけど、どてつもないバタバタしてたし、あれで決めてくれたんだったら何に見てんのかなって思ってしまうし、だからもう元々考え決まってたんだろうなと。やっぱ古橋だけがちょっとドイツ遠征ではあんまりにもボール触ってないし、あんまりにも自分の存在が消えてた、うん、だから外れたような感じがしますね。では最後に、やっぱりこの26選手で日本代表はどこまでいけるでしょうか？カタールまで行きます。俺と違って日本まで多分行けないかもしれないけど、このメンバーはカタールまでは行けます。はい、それだけです。結果は難しいということですか？結果はね、ちょっと0-0コスタリカに勝利だったらいいんですけどね。でもこのメンバーを見て日本代表がどういう戦いをするか、もうはっきりと分かりました。それでも決まったということなので、はい、応援するしかないですね。いや、もう応援は誰よりもしますよ。これはもうブラジルなんかどうでもいいです。僕は日本です。めちゃくちゃまずこの、まあ、グループに入ったのがすごく悲しいのと、でもこれ入った以上はもうな、これでブラジルよりも日本が上に行って、うわ、こんな嬉しいことないです。日本がこのグループ突破したら、俺パンツ一丁でなんか走り回りますよ。それぐらい嬉しいことになりますよ。シエキャベビダメニザ
paixão amargura e desprezo. Esse alguém sou eu, vivendo sozinho, por alguém que não vive mais do meu lado. Será?